しっかりできてた、心はいいっていう話なんですけどね。まあしっかり今日はしていかなあかんな思ってます。炊き出しの準備も着々と進んでます。心も体も温かくなりましょう。西成は、どっかに行けば、毎日炊き出しをやってるぐらいの助け合いの街です。 この街は人でできている、そう思いますそれは。そうやないと、今日作って今日、こういう、お祭り、できないですから。事前な準備があって、いろんな方のアイデア、行動があっての今日のお祭りで、あったかい、行動、あったかい飯やと思います。まあ、じいちゃんの代からね、西南にずっと住んでますから、いろいろね、いろんな先輩方とおってます。パチンコ負けたおっちゃんにいきなりどつかれたりしました。小学校のね、学校の帰り。なんでどつかれんねやろな、思って。パチンコ屋の前にタイミング悪く通ったんですよね。 で、タイミングよく叩くもんがあったおっちゃんにとって、それが俺の頭やったんですね。そういう経験もして、危険回避。自分で危険を避けるっていうね。まあカメラ3兄弟、俺音楽とかそういうのは避けるのうまいと思いますけど、ありがとうございます。さあ、続いては、野宿者ネットワーク、生田さんからアピールあります。よろしくお願いします。